冨樫さんという漫画家は完全な構成を決めてその順番でエピソードを出すっていう、いわゆるバクマンデスノートタイプの漫画家ではなく、筋肉マンタイプの漫画家というのかな、ものすごい設定考えて、まあ元宮宏タイプと言ったらもういいかも分かんないねとにかくすごいことを考えて、どうなるって言ったら俺も分かんない、どうなるって言って続きは来週までに考えるってとりあえず寝てしまうタイプの漫画家だというのが、前々のその天空闘技場編とそのなんだろうな、グリードアイランド編の念能力の設定のバラバラさから分かるように、このキメラアント編でも最初に出した伏線がもう本当にこれどうすんだという状態になってるわけだよ。特にあのジャイロっていう悪の象徴みたいなキャラクターが出てきて、でこれが街の中で消えていったっていうような話になって、ファンの間では次ジャイロ出てくるのいつかいつかいつかって話になってんだけど、俺思うんだけどもう出てこないともうねこれはね作者にしてみても、うん、もうあれ今更出せないよっていうやつの一つになってると思って、後で矛盾が出てくるよりは一番面白い手を常に常に探してるから、どうやってもこうやって捨ててしまう設定が出てくるんだよね。